ございます。今年キャプテンやらせてもらうことになりました斉藤です。個人的には誰がキャプテンとか誰がアシスタントとか関係なくみんながリーダーシップ取ってほしいので、まあ先輩後輩あるかもしれないですけど、リーダー出てきてほしいんじゃない若い選手の中で。だからそういうふうに意識して、日頃から意識してリーダーシップ取ってみんなでやっていってもらいたい。では全体練習が終わった、本日ちょっとインタビューの方したいと思います。スタッフの衣笠です。よろしくお願いします。それでは今日は、ベテランの4選手に、インタビューしたいと思います。まずは、高橋選手から、はい、今日練習終えてどうでしたか。はい、はい。最初疲れましたけど、いつも通りで楽でしたけど。はい。じゃあ次斉藤選手。はい、そうですね、本当いい練習できたなと思います。初日にしてはまずまずのスタート切れたかなと思います。若い選手が多くて、とても元気よく体力もあるので、負けないように頑張っていきたいと思います。はい、僕はもう2週間やってたんで3週目なんですんなりと入れて、体的には楽でした。ありがとうございます。そうですね、今年だいぶ選手が入れ替わりましたけど、どんなチームにしていきたいかというのをちょっと教えてください。若さに負けないようなチームにしていきたいと思います。まだ26なんで。はい、素晴らしいコメントありがとうございました。そうですね、本当に優勝目指して頑張れるように、若い選手がもっともっと正直出てきてほしいですね。そうですね、本当に他のチームに比べると、本当にまだまだいろんな部分で力の差がまだあるチームだと思うので、それ以上にやっぱり技術面で劣る部分、組織力でチーム力を上げて いければなというふうに思うので、本当チーム組織を高めて、そういった、力強いチームを目指していければいいかなというふうに私は、思っておる次第で、ございます。はい、そうですね、今年は自分が引っ張ってプレーでもメンタルでも優勝に導きたいと思います。はい、じゃあ最後にですね、ファンの皆様に一言ずつお願いします。はい、辞めていった選手の思い、いろいろあると思うんで、それを力に変えて今シーズン戦います。応援よろしくお願いします。本当純一さん言った通り、いなくなった選手、入る選手、そういう人たちの分まで、本当ファンと一緒に戦っていい結果残せるように頑張りたいと思います。僕も本当今純さん哲也言ったように辞めていった選手、そして何よりも本当に大変な時期から、本当支えてくれてきたスポンサー、ファンの皆様方、一緒になって本当に欲を言えば本当にもう頂点を目指して頑張っていければなというふうに思います。はい、バックサイって悔しい思いしかしないんで、あとは結果だけ、本当優勝それだけです。ありがとうございました。じゃあ4選手の期待、活躍に期待してます。頑張ってください。ありがとうございます。